植物、植物、植物とは、生物区分の一つ。日常語としての、植物と生物学としての、植物はその示す範囲が異なるが、日常語としては、草や木などのように、根があって、場所が固定されて生きているような生物のことで、動物と対比させられた、生物区分。それに対し生物学では、科学的知見が増えるにつれ、 植物という語が指し示す範囲は歴史的に変遷してきた。2012年現在は陸上植物、苔植物、シダ植物、種子植物を含む単系統群として植物を定義するがどの体系等を選ぶかにより複数の定義が並立している。狭い定義では陸上植物のみを植物として認めるが、より広い定義をでは緑色植物全体を植物としたり、 公色植,植物、灰色植物をも植物に含めたりする詳細工術。一方、に解説内四五解説のような古い学説では、植物とみなされていた、菌類、キノコやカビ、カッソウ、ワカメなどは、系統が異なるため、2012年現在は、植物とみなされていない。以上の理由のため、植物を分類群としては認めなかったり、 別の名前を採用し、植物はシノニムとする動きもある。分類群としての名称は植物界となる。本節では2012年現在における植物の複数の定義とそれらの定義が提案されるに至った背景を説明する。かつて植物という単語は広く光合成をする生物一般、すなわち光合成生物全般を指していたが、 生物に関する科学的知見が深まるにつれ、この素朴な定義は大きく修正されることになった。その理由は主に三つある。第一の理由として、生物全体が細菌、古細菌、深核生物の三つのドメインに分かれる三ドメイン説ごとが分子系統解析により分かったことが挙げられる。これは細菌に属する光合成細菌は深核生物である。 陸上植物とは異なる系統であることを意味する。したがって、陸上植物を含む単系統群として、植物を定義するのであれば、植物を深刻生物に属するものに限定しなければならない。第2の理由は、深刻生物がいくつかのスーパーグループに分類できることが分子系統解析により分かったことである。この分類に、深刻光合成生物を当てはめてみると、 下記のように多系統であることがわかる。第3の理由は葉緑体の起源がわかったことである。新核光合成生物はシアノバクテリアに類似した幻覚生物を新核生物が取り込んだことにより誕生した一時共生。そしてこのようにして誕生した新核光合成生物をさらに別の新核生物が取り込むことで新たな新核光合成生物も 誕生した二次共生。二次共生は生物の歴史で何度も起こったことが知られており、これが深核生物の様々なスーパーグループに光り、合成生物が属している理由である。それに対し、一次共生が起こり二次共生が起こっていない、生物群はスーパーグループのアーケプラスチだと一致することが知られている。したがって何をもって、 植物と呼ぶべきかという問いに対する一つの答えはアーケプラスチダに属することということになる。2012年現在提案されている植物の定義の多くはアーケプラスチダもしくはそこに属する単系頭部分群である。なお、アルベオラータやエクスカッパーダに属する生物もかつては色素体を持っていて、それを二次的に失ったという仮説をもとに、これらの生物を含めた。 朝植物界という概念が提唱されている2012年現在主流の説にはなっていないそこで以下アーケプラスチダに焦点を当てて議論を進めるアーケプラスチダの系統樹は以下のようになる上述の系統樹を踏まえ2012年現在植物の定義として以下のものが提案されている広いものから順に記述植物という語には 現代でもアリストテレスが意図したような動かない生物が植物という意味合いがあり、植物状態という表現もある。動物の中にも植物的な性質を認める植物性器官、植物局などの語がある。生物学の内植物を研究対象とする分野を植物学と呼ぶ。これは本来は植物とは異なる語で、 分類学的な植物を意味するものではない。具体的には、陸上植物及びすべての草類を対象とする。植物の学名の命名規約は以前は、国際植物命名規約、インターナショナルコードオブベタニコルノーマンクレイチャーで、あったが、これも正確に訳せば、国際植物学命名規約で、分類学的な植物ではなく、植物学の対象を指していた。なお、現在は、 国際藻類、菌類、植物命名規約、インターナショナルコードローノマンクレイチャー 4RG、フンギ、アンドプランツとなって、植物学の子は亡くなった。アリストテレスは、植物を大謝と生殖はするが移動せず感覚はないものと定義した。大謝と生殖をしないものは無生物であり、移動し感覚のあるものは動物である。ただしこれは、 リンネ以来の近代的な分類学のように、生物を分類群にカテゴライズするのとは異なり、無生物から生物を経て人間、あるいはさらに神へ至る自然の連続の中に区切りを設けたものである。例えば海面などは、植物と動物の中間的な生物と考えられた。カール・フォン・リンネは、すべての生物をベシタブリア界、植物と動物界、動物に分けた。 これが2解説である。当時の植物には、現在は、講義でも植物に含められない滑走や、新菌類を含んでいた。ただし、微生物についてはまだ、ほとんど知られていなかった。微生物が発見されてくると、次のような植物的特徴を多く持つものは植物に、そうではないものは動物に分類された。こうして拡大してきた植物には、 現在から見れば、次のような雑多な生物が含まれていた。しかし、これらのうち一部しか当てはまらない生物が多いことが認識されてくると、に解説を捨て新たな境を作る動きが現れた。まず1860年、ジョン・ホックが微生物など、原始的な生物をプリマジーナムにまとめ、1866年には、エルンスト・ヘッケルがそのグループに、原生生物、 プロチスタプロチスタ界と命名した。これにより微生物や真菌は植物から外された。また、ヘッケルは同時に現在の植物界という名を命名した。ただしのちに真菌はかつては光合成を知っていたが光合成能力を失ったとして再び職に戻された。1937年にはバークリー、フレッド・アレクサンドル・バークレーが 植物種の下半を占める菌類がクロロフィルを描いている点を重視して動物、菌類、植物に分ける三階説を提唱した。ついで1969年、ロバートホイ・タッカーが誤解説を唱え、光合成をする高等生物を植物と位置づけた。表面栄養摂取をする高等生物、つまり真菌は、菌界として独立した。なおこの段階では、 卵巣類を含めた光合成生物が一つの系統的なまとまりを形成するという考えは案に認められていた。しかし、分子電学的情報が利用可能になったこと、原生生物核群の研究、特に微細構造の解明が進んだことから、光合成生物の単系統性は疑わしくなってきた。また、1967年、 リンマーギュリスの細胞内共生説は同じ容量層を持っているからといって同系統とは言えないことを示した。例えば、緑虫類は緑藻類と同じ光合成色素を持っている。したがって、系統上は近いものと考えることができた。しかし、近年の考えでは、これは全く系統の異なった原生生物が緑草類を取り込み、 自らの葉緑体としたものだと考えられている。つまり、光合成能力は、その生物の系統とは関係なく得られると考えられる。したがって、現代では、藻類というまとまりに分類学的意味を見出すことは、できなくなってしまった。これを受け植物界の範囲はさらに限定的なものへと変化していく。1981年、マーギュリスワゴ解説を修正し、 陸上植物を植物界とした。これはよくまとまった群ではあるが、その際に植物から外してしまった緑草植物なども当然系統関係は考えられる。実際、その後そのような関係は認められ、彼女の説は行き過ぎとの批判も出てきた。同じ1981年、トーマス・キャバリエイ・コール・スミスは8回説を唱えた。 緑色植物、紅色植物、灰色植物は、葉緑体の唯一の一時共生を起こした生物を共通祖先とする単系統であるとして、これを植物界とした。ただしこの単系統性には疑問があるなどの理由で、新しい植物界の定義はあまり広まらなかった。一方、それまで、バーギュリス以前は植物に含まれていたが別系統で、赤草などは、 単細胞藻類の大部分やいくつかの原生動物と共にクロミス高界として独立させた。2005年にはアドルラによってキャバリエイコールスミスの植物界がアーケプラスチだと命名され、この故障が専門分野では一般的となる。アドルラは全く新しい枠組みで生物界全体を見直すことを意図し、 堺など、輪廻式の階級を使わなかったが、輪廻式の階級システムでは、アーケプラスチダを堺とされることが多い。現在の普及度から言うと、マーギュリスのものが最も一般的であると思われるが、一方で、生物界全体から見ると、陸上植物は、堺としてはあまりにも小さすぎるという面もある。英語版ウィキペディアでは、陸上植物よりも広範囲となる。 緑色植物を植物界として採用している。また、アーケプラスチダの単系統制が確実になるにつれ、これを植物界とするような流れも再燃している。人と植物の関係は実に多様である。人間と植物の関係は、生物学でいう、植物連鎖上の消費者と生産者の関係にとどまらず、人は植物を原料や材料として利用したり、 干渉するなど、文化や心の豊かさのためにも用いている。人間以外にも、巣などを作る材料として、植物を利用している生物がいるが、人間の植物の利用の仕方の方が、はるかに多様である。人間と植物の関係をいくつか挙げると、人間生活のための利用。を楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。